っちが通常のクッションファンデーションで、こっちがコンシーラーになってるんです。濃いブラウンみたいな感じで、この M 字ハゲを隠すクッションになってます。こっちからやったりこっちからやったり、こういう風にいろいろ。皆さんこんにちは、あかねです。今日は韓国で見つけた面白いクッションファンデーション2つご紹介していきたいと思います。でまず最初のこちらの方は韓国のデパートコスメ、デパコスになります。でこちらの方はニスフリーのなんと髪の毛用のクッションファンデになるんですけど、その使用感とかをレビューしていきたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのがラネージュのクッションファンデーションです。もうパッと見普通のクッションファンデと変わりはない感じなんですけど、中を開けるとこんな感じで、ちょっとこのパフの形が卵型になってますね。上がとんがってるような感じ でここに切り込みっていうか境目がありますね。でこれが何なのかと言いますと、じゃじゃーん、2つついてますね。でこれがなんとこっちが通常のクッションファンデーションで、こっちがコンシーラーになってるんです。すごい実用的だよね。免税店の方で購入したんですけど、色味は4色ぐらいあったかな。でこれが一番明るい13番のお色です。これすごいよね、画期的で。何が違うんでしょうね。で触った感じはこっちの方はプニプニちょっと柔らかい感じで、こっちはこのスポンジ自体が固めなので、この質感の違いがありますね。で多分このパフはこのちっちゃいところはコンシーラー用 で全体はこっちの丸い方で塗っていくじゃないかなと思います。はい。でまだパフがね汚れてないようにね、これ今日開けました。この動画で開封しようと思ってて、なので今早速塗っていきたいと思います。どうしよう、これ最初にポイントをカバーした後に全体を塗ろうかな。ということで最初にこの卵の先っちょの部分を使ってで、ニキビ跡と火傷の跡をカバーしていきたいと思います。この火傷の跡隠れるんでしょうか。おお、え、カバー力すごい。おお、なくなった。お、いい感じですね。このクマもついでにちょっと浮いてましたねで周りをちょっとなじませるような感じで、おおすごい、カバー力がすごい。本当にコンシーラーだ。赤ら顔なので鼻の下も赤くなりがちなんですよ。そこもカバーしていこうと思います。もう赤みも結構取れますね。なんかもうちょっとそこまでいくぐらいだったらコンシーラーだけでもいいんじゃないかというぐらいカバー力がすごいです。ニキビ跡の方はちょっとデコボコしてるのでそれは分かっちゃうかもしれないんですけど、色は完全に取れたような感じがします。すごい。では次に通常のクッションファンデを使ってパフも丸い方を使って顔全体に塗っていきたいと思います。こんな感じ。どうしよう、おでこからか。なんかちょっと明るい気がするんだけど、色と色が明るい気もしなくもないですが、もう馴染ませていくといい感じですね。あ、すごい。これも密着が結構すごいのと、もう顔のトーン、あ、全然変わりますね。全然変わる。この画面で見るとさらに違く感じます。いつもメイクの動画撮るときは自然光で撮ってるんですけど、なので外に出たときと同じ光になります。どうでしょう、カバー力結構結構ありますね。厚塗り感はないんですけど、ちゃんとお化粧してる感じが出ますね。ナチュラルってよりかはしっかりカバーっていう感じかな。すごい色ムラがなくなりました。やっぱクッションファンデってすごいな。最近ずっと CC クリームだったので素肌感っていうの方が好きだったんですけど、やっぱ久々にクッションファンデ塗るとカバー力が抜群だし、なんかこう一回取っただけで顔全部補えちゃうぐらい伸びがいいっていうのかな、伸びがいいし、色ムラがやっぱり CC クリームよりも断然になくす効果がすごい。でこの首との境目もちゃんと塗って、で外出する時は首は日焼け止めクリームとかを塗って顔との境目をなくして
ちゃいますね、いつも。てな感じです。すごいいい感じで、こちらが免税店で購入したんですけど、なんとね、免税店あるあるだと思うんですけど、2個セットでの購入しかできなくって、2つセットで4200円ぐらいでした。なので1個2100円と思ったら、ファンデとコンシーラーセットで2100円はかなりお買い得なんじゃないかなと思います。で、免税店、空港の免税店で購入したんですけど、多分普通のデパートで購入すればバラでも売ってると思うので、よかったら見てみてください。で、これも一つ余っちゃったやつは母にお土産であげようと思います。はい、そんな感じで続いてご紹介するのが、イニスフリーのヘアメイクアップゼリーコンシーラーです。ヘアメイクアップってなんだろうって思うじゃないですか。のね、中を開けると濃いブラウンみたいな感じで、クッションもさっきのよりもはるかにちっちゃい、これぐらい、二回りくらいちっちゃいサイズになってます。はい、で、こちらが何なのかと言いますと、この M 字ハゲを隠すクッションになってます。すごいよね。で、これはね、 M 字ハゲだけじゃなくて、ここの分け目とか、あとつむじ、私もね、つむじすごい変な場所にあって、前と後ろと2つあるんですけど、後ろがこの真ん中のちょっと左側にあるので、ちゃんとね、寝癖を直さないとここだけパカッて開いちゃってハゲてるように見えがちだったんですよ。で、それもすごく悩みで、生まれつきなのでもう仕方ないことだと受け入れてるんですけど、このね、クッション一つで隠せるんだったらめっちゃいいじゃんと思って購入しました。で、早速使っていこうと思います。こんな感じで軽くなじませたら、もうね、 M 字ハゲが一番分かりやすいと思うんですけど、この部分、ここをめがけて塗っていきます。このね、産毛がね、邪魔するので、全部こういう風にどかして、ちょっといろんな方向からポンポン叩くだけでもいいんですけど、より自然に見せるために、こっちからやったりこっちからやったり、こういう風にいろいろやって、こんな感じです。これすごい自然なんですよ。なんかこう塗ってる感じあんまりわかんないですよね。ちゃんと産毛にも馴染んでくれるし、で、ここまで顔だったのが今ここまでになったので、小顔効果もあります。で、こういう風に今日みたいにただ髪の毛下ろしてる時だったらいいんですけど、なんかちょっと髪こういう風にした時とか、あとは風が吹いた時にうわーってなった時に、ちゃんとここ私の顔ここまでですよっていうサインがね、アプローチができるといったものになります。この反対側もやっていこうと思います。すごいおでこ広いよね。本来はここであってほしいんだけど、ここまで顔があるで、こっちも塗っていきます。なんかこっちの方がハゲてるよね。こっちの方がね、やりがいあります。髪がね、もともと猫っ毛で、私みたいな髪質の人結構いると思うんですけど、猫っ毛でなんかね、量は少なくないらしいんですけど、美容師さんによると、もしかしたら気を使ってくれてるのかもしれないですけど、なんか量は普通なんだけど、細いから余計になく見えちゃうらしい。で、こんな感じですかね。そう、自然なんですよ。これがまたこんな感じです。自然、顔がちっちゃくなった。あとはね、ここがちょっとなんかストレスとかで薄くなっちゃった方とか、あと産後とか結構髪の毛抜ける方も多いと思うので、ホルモンのバランスで、そういう時に一時的にこれでカバーしてあげたりするのすごくいいんじゃないかなと思います。で、肝心のこのね、落とし方なんですけど、シャンプーで落ちました。メイク落とし使った方がいいのかなと思ったんですけど、ここにこの M 字ハゲ防止クッションをつけてたことを忘れて普通にシャンプーしちゃったんですけど、落ちましたね、シャンプーだけで。っていうことは、汗でも若干落ちる可能性があるみたいなんですよ。で、私は今回イニスフリーのものを使っているんですけど、韓国の友達がオリーブヤングかな、なんか別の場所で購入したものを使った時に、なんかちょっと楽しくなって踊りに行ったらしいんですね。で、それで暑くて汗をかいたら、なんかおでこ黒いよって言われたらしくて、ここに塗ってたやつがツーって垂れてきちゃったっていうハプニングも
あるみたいなので、まあ、今の時期だったらね大丈夫だと思うんですけど、私はね頭にすごい汗をかいちゃうタイプなので、そうだな、7月以降はこれは使うのはやめようかなと思います。あとはまあ室内の撮影の時とかそういった時だけにしようかなって思いますね。頭に汗かかない方はね全然一年中使えると思うので、よかったら使ってみてください。ここ一応産毛もあるじゃないですか。なのでウォータープルーフの眉毛のトップコート、そういったのをこれを塗った後にこういうところに眉毛のウォータープルーフのトップコートを塗って、汗かいても落ちないような感じでカバーしていきたいと思います。そこまでするか分かんないですけど、はい、そういった感じで今日は韓国で見つけた面白いクッションファンデーション2つご紹介しました。商品の URL は概要欄の方に貼っておくので、よかったらご覧ください。今年韓国に行く予定がある方はぜひね、このレパコスなので百貨店とオリーブヤングぜひ行ってみてください。キンポ空港には売ってました。でこの動画がいいなと思ってくださった方は、よろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではそんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。